トム・マテラはアメリカ合衆国のプロレスラー。マサチューセッツ州スプリングフィールド出身。アントニオまたはアントニオ・トーマスのリングネームで知られる。かつて WWE に所属しており、当時の公式プロフィールではフロリダ州パナマシティ出身とされていた。2001年プロレスラーとしてのキャリアを開始し、現在でも使われているアントニオ・トーマスのリングネームでデビュー。 絵は、ネカップリングウィズ、カオティックレスリングなどニューイングランドを拠点とする団体でキャリアを積んだ。2003年、元 WWF 所属のスティーブ・ブラッドリーが主催する団体であるワットフェにてトレーニングを始める一方、試合にも出場し、ワットフェヘビー級、e、王座をダッシュした。2004年、絵はに参戦した際には、絵はタッグチーム王座をダッシュ。この時のタッグパートナーであった。 ジョニー・ハート・ブレーカーは、後に、WWE で、ザ・ハート・スロブスを結成した、際のパートナーであるロメオである。同年7月、WWE とディベロップメント契約し、入団。参加団体である、オビューでのトレーニングを経て、2005年2月にアントニオと、タッグチームを再結成。2005年4月18日、PPV であるバックラッシュ20005のターンもいる。 マッチ形式による世界タッグを座戦において、ザ・ハートス・スロブスとして、ウィリアム・リーガルタジリを相手に、WWE 公式デビュー。以降、RAW の前座番組であるヒートでの出番が、主になり、ダンスなどで盛り上げる一方で試合では、ジョガーとして、役回りが多くなり、2006年にアントニオと共に、WWE から解雇となった。WWE 解雇後は、 リングネームをアントニオ・トーマスに戻し、ロメオと共にインディー団体にて活動。2007年にはティーネに参戦。サプライズ枠での登場で、ザ・ハート・スロブス以前に使っていたザ・ハート・ブレイカーズのタッグ名で、ブードゥー・キン・マフィアと試合を行うが敗れた。2010年、全日本プロレスに留学生として参戦。ジュニアヘビー級を主戦場とし、 ジュニアヘビー級リーグ戦に出場するが、A ブロックで4点という結果に終わった。他、米インディ団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。